スクナとゲトウには驚きの共通点があります。どうも皆さん、チャオモカです。ということで今回はスクナとゲトウについてお話をしていきたいなと思います。このスクナとゲトウってところに関しては、一見ねつながりが全くないように感じるわけじゃないですか。それこそゲトウっていうのは1年前に百鬼夜行で五条にとどめを刺されているっていうのがあって、虎杖が指を取り込んだのは百鬼夜行が終わった次の年になってくるわけなので、このゲトウが生きてる時にスクナとの接触がないっていうのを考えると、ここってつながりないんじゃないのかっていうふうに思うかもしれないんですが、このスクナの本来の姿ですよね。スクナの本来の姿っていうのが一回ねこのカラーで出てきてるわけじゃないですか。ここの耳をよく見てみると、でっかめのねピアスみたいなものをつけてるわけなんですよね。このピアスを見た時に、なんかちょっと見覚えがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。まあ、もちろん今この虎杖の体に入った後のスクナっていうのは虎杖の見た目になってるっていうので、耳にね同じやつっていうのはついてないんですが、この本来の姿の耳についているピアスですよね。これを見た時にゲトウがつけていたものと同じなんですよ。まあ、ちょっと角度がねあれなので、色まで完全に一緒なのかどうかっていうのは、まあ、ちょっと微妙なところではあるんですけど、形だったりとか、なんかこのまん丸な感じ、これっていうのがゲトウの耳についてるやつと全く一緒になってくるんですよね。でこれっていうのがね、この剣尺っていうのが今ゲトウの体に入っていて、まあ、偽ゲトウっていう風になっているっていうのがあるので、まあ、これがもしね生前のゲトウが耳についていないのであれば、剣尺とスクナのつながりっていう風になってくるのかなっていう風にも思ったりもしたんですけど、剣尺が体を奪う前の本物の生きた時のゲトウの耳にも同じようなものっていうのがついてるんですよ。これが果たして偶然なのかっていうところなんですよね。だってこのスクナっていうのはね、1000年以上前に実在していた人間ということで、この耳につけてるピアスっていうのをスクナがつけていたのは少なくとも1000年前より昔なんですよね。そしてこのゲトウっていうのが、まあ、1年前ですよ。1年前に亡くなったということで、その時点でもつけていたんですよね。っていうところで、この1000年間もね間があるゲトウとスクナっていうのが同じピアスをつけているっていうのは、なかなか不自然なところだと思うんですよね。それがたまたま1000年後に別の人物がたまたま同じものを持っているっていうのは、そうそうありえないことだと思うんですよ。でゲトウに関してはね、これをずっとつけてたわけじゃないですか。っていうところで、これはもうゲトウとスクナに何かしらのつながりがあるんじゃないかっていうふうに考えるのが一番しっくりくるところなんですよね。そしてこれに関して思うところっていうのが2つあるんですよ。まず1つっていうのが、剣尺とスクナっていうのはもともと何かしらのつながりっていうのがあった可能性っていうのが高そうなんですよね。そもそも裏梅っていうのはスクナの側近みたいな感じで一緒にいたわけですよ。まあ料理人的な感じではあったんですが、スクナと裏梅っていうのがもともと一緒にいた。で裏梅っていうのは呪いに転じてるとかではなく、呪詛師として人のまんま今も生きているわけなんですよね。っていうところで、何らかの形でこの千年間命をつないでいるっていう風になってくるんですよ。でそれと剣尺が一緒にいるっていうのを考えると、裏梅が現在も存在しているっていうのは剣尺と関係している感じがするんですよね。っていうのを考えると、剣尺と裏梅がつながっている。でこの裏梅とスクナがつながっているっていうのを考えると、剣尺とスクナっていうのもつながってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。そしてこの剣尺に関しては、天元様と人類を同化させるために呪霊操術っていうものが必要になってくるわけじゃないですか。そもそも無意天変っていうのを抽出する時のためにも呪霊操術が必要だったっていうのがあるので、ゲトウの体っていうものを剣尺は元から狙っていたっていうふうに考えるのが一番しっくりくるんですよね。それこそ天元様の話の中でも、ゲトウスグルっていう呪霊操術を使う少年っていうのも現れたっていうことを天元様は話していたわけなので、このゲトウスグルっていう人物がいるのは、その11年前よりももっと前なわけですよ。っていうところで、ゲトウが耳にピアスをつけ始めたタイミングですよね。その時に実は剣尺っていうのはゲトウとすでに接触していて、耳につけているピアスというのは剣尺からするとマーキングのようなものになっていたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。このマーキングをしていくことによって、どこかでゲトウが倒された時にその死体の位置を分かるようにしていたとかであれば、百鬼夜行の後に五条がゲトウにとどめを刺した、でそのままねその場に放置っていうのはさすがにしていないと思うんですよね。この翔子さんに死体の処理をさせなかったとは言っても、どこかに保管だったりとか埋葬っていうのはしていったはずなんですよ。っていうところでね、剣尺からすると五条がどこにその死体を置くかなって分からないわけじゃないですか。でもこのピアスっていうのをつけておくことによって、どこにその死体があるのかっていうのを剣尺っ
っていうのは探知することができていたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。そしてこの賢者と宿儺につながりがあるのであれば、同じこのピアスっていうのを持っていたウラウメに関しては耳が映ってないのでね、ついてるのかどうかわからないですけど、この宿儺、ウラウメ、賢者っていう3人が同じピアスを持っていたとすれば、過去に3人つながりがあった、そして今もこの3人つながりがあるっていうところにもつながってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。っていうこれがまず一つ目の可能性なんですよ。でもう一つ思うところとしては、ゲトウとスクナっていうこの2人のつながりなんですよね。このスクナっていうのはファンブックの中で妻とか子供っていうのは特にいなかったっていうようなことが書かれてるんですよ。っていうところでスクナの直属の子孫っていうのは残ってないんですよね。スクナの息子だったりとか孫っていうのは存在していないんですけど、スクナの親戚っていうのはやはりいたと思うんですよ。やはりスクナももともと人間だったわけなので、親っていうものがねいるわけじゃないですか。っていうところで親に兄弟がいたのであれば、いとこっていうものが存在している、そしてそのいとこが子孫を残しているのであれば、現代もその子孫っていうのが残っている可能性があるんですよね。ってなった時に、このゲトウっていうのが実はスクナの親戚の子孫になってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。つまりこのゲトウとスクナっていうのは遠い親戚、同じ家系に生まれているんじゃないかっていうふうに思ったりもするんですよね。それのヒントとなるのが、ゲトウが使う呪霊操術とスクナの持っている能力なんですよ。スクナの持っている力ってところに関してはね、術式の名前は判明していないっていうのがあるんですが、貝とかハチっていう斬撃系のものと、黒の四角っていう炎を使うね技っていうのが今すでに明かされているわけですよ。っていうところで、まあこのファンブックの中には少なくとも2種類以上の属性があるっていうことが書かれてるんですが、まあ少なくともっていうことはここから増えていく可能性もある。でこの複数ある力っていうのはもともと少なのものだったのかっていうのを考えると、そうではなく他人から奪ったのではないかっていうようなことを以前ねいろんな動画で話したりもしてるんですが、そして少なっていうのは人間を食べるわけなんですよね。でこの人間を食べることによってその術式っていうのを奪っていくのではないのかっていうような話もしていたんですが、この人間を食べてその取り込んだ人間の術式を奪っていくっていうのを考えた時に、じゃあゲトウの呪霊操術ですよ。これに関してはゲトウ自身は使っていなかったんですが、術式の抽出ですよね、これっていうのを偽ゲトウがやっていったということで、呪霊操術にも術式を奪い取るっていう力があるわけですよ。でしかもこの呪霊を取り込む時に飲み込んでるわけですよね。あれってつまり丸くはしているけど呪霊を食べているっていう風になってるわけじゃないですか。っていうのを考えた時に、このスクナが人を食べてそこから術式を奪っていくっていうものであれば、それってゲトウの呪霊操術によって呪霊を口から取り込んでいく、そしてそこから術式の抽出をしていくっていうこの流れが2つとも重なってくるんですよね。そしてこの術式ってところに関しては、血筋の中であれば同じような術式を持っている人物っていうのはいるわけですよね。この術式の発言ってところに関しては、その人物に流れている血と大きく関わりがあるわけじゃないですか。それこそカモ家相伝の術式である赤血操術ですよね。これに関してはカモノリトシが使っているところではあるんですけど、長宗っていうのも使ってるわけですよ。で長宗に関してはカモ家の人物なのかって考えると、そうではなくて受体育操術っていう人間と呪霊のハーフなわけですよね。でこの人間と呪霊のハーフではあるけども、カモ家のお天と言われているカモノリトシっていうのがそこに血を混ぜたことによって、カモ家の血っていうのが長宗にも流れている、それによってこの赤血操術っていうのを長宗は獲得できたっていうのがあるので、同じ家系に生まれたのであれば術式の内容が似ているっていう可能性は十分あり得ると思うんですよね。っていうところで、この1000年前のスクナですよ、人間としていたスクナの親戚の子孫に当たるのがこのゲトウスグルという人物になってくるんじゃないかなっていうふうに思ったりもするんですよね。っていうところでこの2点ですよ、賢者っていうのがマーキングのためにつけていたっていう可能性、そしてゲトウっていうのがスクナの子孫だったっていうこの2つの可能性ですよね。この展開っていうのがあってもおかしくないんじゃないかなっていうふうに思うのが、このスクナの本来の姿、そしてゲトウスグルっていうこの人物、この2人の耳についているピアスですよね。これっていうのが同じっていうところがそれの鍵になってきてるんじゃないかなっていうふうに思ったりもするんですよね。はい、ということで今回はスクナとゲトウのつながりについてお話をしました。ぜひね、これについて何か思ってくれましたらコメントよろしくお願いします。ということで今回の動画が良かった方はぜひグッドボタン、当チャンネル登録ボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。